こんにちは。この間ですね、生徒さんと趣味の話になって、趣味かって思ってですね、ちょっとネットで趣味について調べたんですよ。そしたらね、なんかその人気ランキングみたいなのがあって、例えば50代男子みたいな、人気ランキング1位バイク、こうって感じで、まあ、バイクね、今50代の人たちってすごいバイクが若い時にとても人気のあった世代だと思うので、なるほどなって感じなんですけど、僕もバイク乗らなくなっちゃったから、すっかりとうとう、売っちゃいましたから去年。それでね、10代20代30代40代50代って、まあ、いろいろ見てみたらね、必ずベスト3に入ってるのでね、一人旅っていうのがあるのね。で、まあ50代とか40代ならなんとなく分かるんですけど、まあ10代で一人旅ってどういうことみたいな、なんかソロ活みたいなのが流行ってるんだかよく分かりませんけど、そういう言葉もあるんで流行ってるのかもしれないですね。そういう一人でこう旅したりするのが、あれですかね、インスタとかに載せるんですかね、一人で旅して。ちょっとわかんないですけど、昔ね、バイクでツーリングで行った先の飲み屋とかで、飲み屋のマスターと仲良くなって、なんか朝取れたエビだみたいな感じでエビビニール袋にいっぱいもらったりとか、エビもらってもね、ビジネスホテルにその時泊まってたんですけど、家じゃないよ、ホテル帰ってね、エビね食べました。全部剥いてお腹いっぱいになっちゃったけど、これどうしようとか思ってもらったの、食べるしかないなと。もう生で美味しかったですね。あとなんか、まあそうですね、飲み屋のマスターとか店員さんと仲良くなって楽しかったですね。その土地土地のちょっと楽しくないとこもありましたけど、思わぬ出費みたいな、まあ、それはね、まあ、仕方ないんですけど、はい、あとね、どこだったっけな、あれどこだったかな、忘れちゃったな、帯広かな、北海道の、お兄ちゃんお風呂入んないよって言われて、そこね、お風呂ないんですよ、大浴場。なんか従業員用の大きいお風呂があるから、今日もう誰も入んないから入っていいよとかって言われて入ったりとか、それに入ったっけさ、その日ね、すっごい日差しが強くて日焼けしてたんですけども、皮膚がね大変なことになってましたね。痛くて、せっかくお風呂入れさせてもらったんですけど、まあね、いろんなね、そういう楽しみはあるかも、一人旅でもね。10代で一人旅ってなかなかおじさん臭いですよね。でですね、今日はですね、左手の練習の譜面を出しますので見てください。どうぞ。はい、ちょっと後ろ下がるか、よくご覧さっと。ですね、この譜面は左手がずっと動きっぱなしなんですね。で、右手が入ったり入んなかったりするんですけど、まあね、左手ずっと動かしっぱなしの譜面いろいろ作れると思うんですけど、とりあえずまあ一つの例として、それでまあ普段動画見てる人はわかるかもしれませんけど、左手の動きが、ずっと一定で同じ動きで入るように、そこを注意してですね、やってみてください。ちょっとやってみますか。メトロノーム、どうしようかな、80ぐらいでいきますか。これぐらいでちょっと早いかな。まあいいや、やってみます。左手ね、小節ピッて変わったりするときに動き変わらない、ずっとそのテンポに応じた動き崩さないように、ずっと動いてますから、一番最後まで、うった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 のところまで止まらないので、ずっと
右手が入るのか入らないのか。ワン、ツー、スリー、はい。タタ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 タ。間違った。間違えました。ワン、ツー、スリー、はい。タタ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 同じ動きをキープしてですね、やると。これはね、早くできたらいいっていうわけでもないんですよ。左手のね、動きがちゃんと、特にリバウンドを取るテンポになってきた時ですね、例えば100ぐらい。これぐらいだと左手、ずっとこう、リバウンド、手首でバウンド取って、振るテンポかなと思うんですけど、まあバウンド取らなくてもできますけど、ちょっとバウンド取ってですねやってみて、100ぐらいからで変わんないように振り方が、右手が入っても入んなくても同じ、ずっと同じ感じでできるよ。これ僕今なんか簡単そうにやってるから、簡単そうだなって思うかもしれないですけど、結構左手の動き止まっちゃう人いると思うんですよね。試しにですね、皆さんちょっとやってみてください。で、遅い時はそうですね、まあ60とかからやる時なんですけど、ちょっと鳴らしてみますか。今メトロノーム鳴らそうと思って、メトロノーム60で鳴らそうと思って、メトロノーム開こうとしてるのに、一生懸命何回も何回も今時計開いちゃって、ダメですね、脳みそがちょっとおかしいんですね。ほら60、タッタッタッ、例えばこのテンポでこのテンポではこうリバウンド取って叩かないと思うんですけど、例えばこういう打ったら自分でもう一回上げて、まあ一応これもフルストロークですけど、それでいいんですけど、こういうことね、今なんか拍違ったような気がする。とにかくですね、バウンド取らなくてもいいんですけど、できる人はですね、このテンポでも、さっき僕やったみたいに、リバウンド取ってみる。こう。タッ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 。これね、結構ね、これはちょっと難しい。できそうな人はやってみてください。ゆっくりなんだけどリバウンド取るっていうのも大事なんですね。はい、というわけで今日はですね、左手の練習の譜面や出してみたんで、試しに、お試し、試しにお試しあれって変ですね、お試しあれ。はい、ありがとうございました。はい、では本日のドラムを始めて間もない方への、1分間レッスンです。はい、時計を出したいんですけど、時計出ました。はい、今日はですね、スティックを持ってですねドラムを叩く時の大事なこと、シングルストローク一つ発表したいと思います。これはですね、ドラムを始めて間もない方じゃなくても大事ですね。忘れてるんじゃないでしょうか。シングルストローク、ちゃんとね、腕をね、落とし切ってください。ダーンと鳴らし切る。
ドラムの裏のヘッドを響かせるぐらいの気持ちで、力んで裏のヘッドを響かせるぞじゃないんですよ。落とし切る、ちゃんと落とし切って、もうこの辺でスピード与えてあげたらもう力抜けてる、抜けてる、抜けてる、パコーンって当たった、ちゃんと当て切る。当たる前にね、あのなんかこうなんちゅうのかな、変な操作をしてですね、スティックのスピードを阻害したりとかしてしまう人がね、非常に多い。表のこの辺しか鳴ってないっていうね、ペチペチ言った、ペチ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 っていうなくても、なんかねこうヘッドがねあと5ミリ下ぐらいにあるぐらいのイメージで、奥深くをこう太鼓を鳴らす気持ち、落とし切るって思ってね、ちょっとドラムちょっと叩くだけで、ね、全然変わりますよ。でみんな生徒さんはそうですもん、落とし切ってよ、自分のスティックと腕の重さをうまく使って落とし切って、当たってからここに戻すのか、それともこっちに返すのか、まず当たるまではちゃんと当て切る、やって気をつけて叩いてみてって言ったら、もう全然音変わるんですよ。でもね、10分も叩かないうちにね、すぐみんな忘れちゃうんですね。そこがドラムの難しいところなんですけど、はい、というわけで今日はですね、1分間レッスン、2分ぐらい話しちゃいましたけど、ありがとうございました。